おい、あっ、やった疲れてれば、疲れてる時ほどオールフリーとの違いわかりますよ。じゃあ、デンマが行きたいのは居酒屋です。行こう、ドリー沖縄。この時間から電話するのもあれなんで、うん、歩いて決めようかってなりました。踏み立て突撃系、はい。なんかいつもさ、店決めてくるからさ、こんな迷うことないけど、なんかいざじゃあどこでもいいよってなると、なんかあれだな、はい、二の足踏むな、みんなな。ここが本当にいいことなのかどうなのか分かってないから。そうっすね。なんかすごい高級そう。三振の花だって。お、出てきましたよ、食べログに。確か皆さん、撮影許可。ここ、はい、ここじゃない、ここじゃない。あの、慣れてるの、どういうの。大丈夫ですよ。本当ですか。ホテルに着きました。はい、レンタカーも置きました。はい、ようやくデマさん、アルコールが飲めます。いやー、一個いいですか。どうした。この前に歩き撮ってると思うんですけど、ちょ疲れてるな、2人。もうボーっとしてるもん、酔っ払って。いやいや、僕まだシラフなんですよ、それで言うと。今何ですか。今21時54分。いや、もう俺10時に寝るのに。じゃあもう早速頼みます。頼む。すいません、はい、デンマは何が飲みたいんかな。俺らの見せつけられた後で、そう、これって多分あると思うんで。1個しかない。ボケるんだろうな。いや、1個しかない。オリオンビール1つください。、はい、いや、俺ももう1回落ち着いたから、もう1回生いこうかな。じゃあ、2つ。僕シークワーサーサワーで、はい、調子かわいい女子大生。一旦、はい、はい、もう疲れて寝るかなと思ったんですけど、うん、お付き合いいただいて本当に。結構強引やったけどね。本当だよ。部屋で飲もうって俺1回言ったのに、うん、居酒屋ですって言うからも居酒屋でした、うん。まあちょっとせっかくの女さんのやるですから。てか、まあデンマ飲んでないから、ほら、やっぱ部屋飲みで最初に一杯っていうよりも行きたいじゃん。ちょっと行きたい。いや、そりゃ付き合うよ。いいですか。いいよ、もちろん。じゃあいいですか、ここでゴリさんとデンマのじゃんけん。なんの、飲めるか。いや、もうやめようって。もう一回酔っ払ってからの禁酒ってだるい。マジきつい。あと僕もこんなに来て飲めないの。それは面白い。いやいや、でも頑張る。お疲れです。お疲れでした。デンマありがとう。運転ありがとう。そしたらもうお願い。これよ、ノンアルコールと違う。全然違う。白米とうな重ぐらい違います。全然違う。まあ、25万人来ないんですから。2軒目25万人行ってなかったらどうすんだよ。いや、行ってます。まさか25万人ずっと行ってる。行ってるまで出さん。ちょっと病なくなったら五輪で稼ぐ。2022年になって、うん、ちょうど半年、上半期終わりましたけど。そうか、いい1年になりそうっすか。うん、やっぱ YouTube の影響っていうのを沖縄歩いてても、もう受けすぎるもろに。本当っすか。話しかけると YouTube の話は全くないですよ。へ、えー、見てます。はいはいはい、登録してます。はいはい、あそこ行きましたが大っすよ、みんな。YouTube の沖縄旅行雑誌になろうっていうことをよく言ってたけど、はい、もうなってるから、中途半端にここいいよって言っちゃいけないなとか思うし。 でも今日男3人で一泊したらまあないじゃないですか、うん、でいつもやっぱ那覇で何時に集合して、うん、何時に終わって何ここ休憩でとかあるんですけど、ほんまに旅行みたいですね。本当だね。俺昔1日7本8本って言ってもつらかったけど、今日のね7本とかつらくなかった。だから流れが全部気持ちよかった。無理やりじゃないというか、最初の7本は7本分食べてましたもん。そうそう、それがもつらかった。7本取らなきゃんだ。ここはもう流れだったんだ。じゃあ流れだからこうやろうかやろうかって、この自分たちで能動的にやってるやつだから多分辛くないんだけど、やらされてるんじゃない。最近やらされてるってもう電ぐらいそう。あ
あれもう本当疲れた、1本で1本で2日間起き上がれなかったとか言って、とか言ってだからちょっと今日2軒目決めたいとっても考えてたんですよ、運転しながら。ああ30万に何してるんですか。ボリさんがやりたいこと、事務所から言うとか、なんか大きく進むやつ本当やりたいけど、このチャンネルがより大きく進めるような。じゃあ一旦住民票の変更してきたっていう動画撮っていい。いや、変更するならいい。アグニでいいですか。いやいや、アグニはええけど。いや、好きだけど。僕一個やりたいな。クイズ主流ね。そういうのやったらやりたいです。復活ってことは、まず令和版みたいな。ちょっと無人島の一発で使いたい。しんど。まあ一泊二日じゃなくても、はい、無人島でバーベキューとか沖縄の美味しい店とかそういうの結構紹介してくれるんですけど、沖縄の自然ってそこまだできてない部分も多いかなっていう。こっちもありかな。むっちゃ無人島美味しそう。ねブラックデビルなんだ。ねこっちむしゃこんな感じじゃん。おつむしゃだって口って赤いもんな。口黒い、めっちゃ黒い。 YouTube 始めるってなってから約2年半とか経ってると思うんですけど、ドアが多かったです。トマス聞いてる？ゴーヤチャンプル美味しいっていう話。ボリさんの人生変わりましたよ。変わったよ。全部に対してやっぱり消極的だったんだ。だったけど。はい。うわ、うまそう、この辺全部。なんかもういろんなことどんどん挑戦しなきゃなと思ってきた。はいはいはい。おかげで。ちょっと面白い話言うと、ゴリエちゃん最初撮ったじゃないですか。トドロキンさんとのコラボで。全部撮り終わってから、やば、急げ撮ってないってなってたんですか。あの時、あの体育館の場所が川崎なんですけど、借りましたもんね、自転車。そうか。はい。ちょっとやばい、チャリないってなって、川崎のママさんのチャリをお借りして。恥ずかしい。ちょっとおばあちゃんにはなってるけど。絶対言うな。マジでもう、結局、人間って自分で行きたいように、生きるし、はい、でも自分が思わない方向に人生動くし、思わない方向に強いかもね。そうですね。こんな人生になると思ってなかった、うん、チャーハンうまいよ。でもうまいっすか。うまい。減量中なんですよね。俺も何のために食ってんな。もう何のために病気にならないため。やっぱこういうのがいいっす、ゴリさんって、うん、意外とこういうの好きじゃないですか。何意外とこういうの。テレビみたいにバチバチ決まったスケジュールよりこうちょっと緩い感じ。このゴリ沖縄チャンネルの影響力っていうのはすごく沖縄に声かけるために感じてるから、本当に30万人に向けて何をすべきなのかなってすごい考えてるんですよ。でも本当に、まあ夢じゃないですけど、目指したいのはやっぱ50万、100万とか、まあ長くやっていけばいけると思うんですけど、いつソフトモヒカンするかだけ教えてもらって。ソフトモヒカンはないよ、ずっと。え、なんでソフトモヒカンさせんの。逆でもいい。逆でソフトモヒカン。それで南部さんだからね、デキングネットワークの。例えば50万人でやってくれるんだったら、とかあるじゃないですか。僕らもモチベーションあるんで。トレードマークが1個なくなったわけじゃないですか。タレントをゴリとして結構ピンチを迎えてると思う。俺ソフトモヒカンやってもう15年以上経ってる。何にも言われたことない。トレードマークなくなったとか言ったら、この YouTube ではもう髪の毛作らなくなったじゃないですか、ゴリさん。でもだからやっぱりそこは両首に僕とデンマの名前入れますよ。ああ、いい。タトゥー
入れるか。なんでそれはええんか。なんでそれはええの。やめてください。逆に素直すぎてこっちやりづらい。それは。あ、どうした。ハブシ持ってきてる。お願いします。え、ハブシですね。なんでハブシ持ってきたんですか。いや、求めてないのに。店長からのハブシ。これなんで2機入ってるんですか。2機。理由はわからないんですけど。その分エキスがあるってことですよね。いやマジですか。俺寝れなくなるけど今日。いやいや興奮してるってことですか。そう。え、いやハブはハブが暴れだすよ。まあ、ハブは？ナイスです。まあでも本当に25万人記念にしてはマジでねお店側からハブ氏のサービス。ハブはナイスです。いやマジか。マジでもうハブ氏って強いの知らないだろ。知ってますよ。いや、濃いっすよ。屋台村とかで飲んでたやつガンってくる、知らんよ。ごめんなさい、25万人おめでとう。おめでとう、25万人。俺はさ、飲んでしばらくしたら部屋に寝るわけよ。二人はもう、飲んでなる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 でも、もう2軒行こうよってなるよ。いいの、知らんけど。まあ、一旦でもそのお店がね、でもそこまで臭くないのか。匂いをどうやって消すのかわからない。行きましょう。お疲れ様です。おめでとうございます。組んでいく、組んでいく。え、行きます。組んでいく。どっち。組んでいったよこいつ。お疲れ様でした。お疲れ。お疲れ様でした。ごちそうさまでした。まさかのプレゼントもあって。強いね。でもありがたいね。いい出会い。そうですね。ちょっと、本当一個いい。うん。おじさんが、あっち側にいる女性しか見てないの。え？見てなかったじゃん。ハブのせいかな。ハブはナイスデイ。デンマどう？飲めて。いやー、嬉しかったですね、本当に。まあ、1軒目飲めてないんで。2軒目はもう電話のためと言っても過言ではない。そうです、はい。え、待って待って、なんかいやいやみたいな。なんでわかるんですか。いや、言い方でわかるな。なんでわかるんですか。いやいや、なんで。でもこうやって25万人もやっぱ、ね、応援してくれる視聴者の皆様がいらっしゃるので、最後、いいですか。なんかいろいろ考えるな。応援してくれてると思うと、はい、どういう言葉を投げかけていいのかわからないけれども、でも根本的にはやっぱりみんな沖縄が好きで、はい、なんかできるだけ沖縄のいい情報、雑誌とかでは見ないようなマニアックな情報が知れるならと思って見てくれてると思うから、はい、そう、もっとこうジモティだけが知ってるような、はい、ジモティ、うん、ジモティ、地元出身者のことジモティって言わない。そういうサービスが今アプリやってます。アプリがあるんです。ジモティって聞いたことないですか。聞いたことあります。そっちになっちゃいます。そっちじゃないです。地元の方々がどうですね。うちなんちゅがどうですね。はい、ごめんなさい、話の箇所って、うちなんちゅが知ってるような情報をもっとお届けした方がこのチャンネルは愛されるんじゃないかと。疲れてんの。ジモティ。ジモティからのアン。ジムニー。ジムニーからのアン。トシモ。もう一回いいですか。もう一回頭からですか。ジモティからのジムニー。はい。ジムニーからのアントシモ。はい。からの。からのあんあんあん、この誘導に俺が気づいてないのがやばいよね。あん、いや、ふみたは早く締めたいんですよ。あんせ締めたいんですけど、そんな変な締め方はちょっと、じゃあもうそれさ気づいてないの。酔っ払ってるの。酔っ払ってるんですか。じゃあその酔っ払ってるので感謝だけ伝えてください。
笑ってる。違う嬉しいなぁと思って、はいはい、こんなに見ていただいて。そうですね、だってドライブどころが人気出る意味が僕らが本当分かってるんですよ。何なんだろうな。だったらずっとドライブするよな、はい、25万人ありがとうございますってことですよね。本当にこういうスタッフですけれども、末永く愛していただけたら、まあ多分今後もこの3人のくだらない会話をだらだら流しながら、美味しいものは美味しい、綺麗な海は綺麗っていうのを紹介してまいりたいと思います。今後も何卒このチャンネルをよろしくお願いします。あ、ミシェア変化球です。酔っ払ってる。